瀬戸町オンチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。ギタリストの清水郁人です。僕は主にジャズを演奏していまして、普段は名古屋市内のジャズクラブ等で演奏をしています。瀬戸市ではジャズ・数珠つなぎコンサートに何度か出演させていただきました。この後演奏する曲のタイトルは T42 という曲で、1925年に制作されました。 CM 等でも使用されています。今日は皆さんがよりジャズを楽しんでもらえるようなちょっとした知識を紹介したいと思います。曲は大きく分けるとテーマと呼ばれる部分とアドリブと呼ばれる部分に分かれています。テーマというのはこの曲の冒頭のメロディーの部分を指します。アドリブというのはメロディーの後に演奏される各楽器の即興演奏のことです。ソロとも言います。この後の演奏ではまずギターがテーマの部分を弾きまして、その後ギターのアドリブ、そしてギターのアドリブの後にピアノのアドリブ、そして最後にまたテーマ、メロディーが戻ってくるというような構成になっています。ジャズの演奏はそのような構成になっていることが多いので、それを意識して聴いてもらうとより楽しめるんじゃないかと思います。それではお聴きください。 T42 です。
Thank you.